皆さんこんにちは、自由人ひろです。今回は後ろの人工林の間伐作業をしていきたいと思います。今回は下準備としてツル切りを行います。間伐を行い、林梢に光が当たるようになるとツル性の植物が繁茂してしまうので、それを防ぐためにできるだけ地面に近いところで切ります。ツル切りが終わりました。次は仙北対象外の木を伐倒する作業に入ります。